ツインレイとの出会いは、二人が成し遂げるべき目的があります。その最終目標は、魂の統合です。しかし、この統合の前には、最終テストが存在し、その内容や乗り越える方法について知りたいと思っていることでしょう。そして最終テストと聞いて、こんな疑問を抱えるかと思います。ツインレイの最終テストってどんな内容なの？なぜ最終テストが存在するの？最終テストを乗り越える方法は？などが気になりますよね。今回は、ツインレイの最終テストに焦点を当て、その内容や存在理由、乗り越える方法について、詳しくご紹介します。ツインレイとの統合を目指す際に、知っておくべきポイントを最後までお伝えします。まず、最終テストの内容について考えてみましょう。そして、最終テストが存在する背景や理由にも触れ、その後、乗り越えるための方法についても解説します。ツインレイとの統合を目指す方にとって、貴重な情報が得られることでしょう。ぜひ、最後までご覧ください。同時に大きく体調を崩す、統合前の期間において、ツインレイの一方もしくは、両方が体調不良に陥ることはよく見られます。この体調不良は、身体的な不調だけでなく、心の状態に起因するものと言えます。心の疲れやストレスが体調不良となって現れ、その状態が統合前の試練となります。心の不調が体調に影響を与えることからもわかる通り、心身は密接に関連しています。ツインレイの統合において、このような体調不良が試練として現れる理由は、極限状態での自己の本質や、本心を見極めるためです。通常の健康な状態では現れない、普段隠れている感情や考えが、体調不良の状態であらわになります。この試練を通じて、自分や相手の本当の気持ち、本質的な部分が明らかになります。体調が悪くなった時、一般的には、ネガティブな感情が湧きやすくなります。自分を不幸だと感じ、他者に対して、妬みや嫉妬が生まれたり、普段は抑えていた本音が現れることもあります。これは、極限状態での振る舞いや感情が問われていると言えます。統合を目指すツインレイにとって、このような体調不良は、単なる風邪とは異なり、お互いへの真実の愛の気持ちが試される瞬間となります。二人が事件や事故に遭う、統合前の最後の試練として、ツインレイ同士がどちらか一方、または両方が事件や事故に遭うことがあります。この試練は、人生で最も辛い状況に直面する可能性があるため、想像したくない出来事かもしれません。ツインレイの最終テストでは、これが最後の難関と言われています。現時点では、具体的なトラブルの内容はわからないかもしれませんが、これは、お互いにとって、非常に大きな試練とされています。しかし、この難関をクリアできない場合、統合が果たせない可能性もあるのが現実です。結果的に、ツインレイ同士が離れざるを得なくなるケースもあるため、この試練に向けて心の準備を整えておくことが、極めて重要です。どのような未来の試練が待っているかは予測できませんが、お互いに理解し合い、サポートし合いながら、困難に立ち向かっていく覚悟が必要です。これが、ツインレイの最終テストにおいて求められる心構えです。二人の関係を邪魔するものが現れる。もうすぐ統合できるかもしれない。と感じている時に、二人の絆を引き裂こうとする邪魔者が現れることがあります。この邪魔者の正体は、二人の統合を阻む闇の存在です。サイレント期間中に、この闇の存在によって、二人の仲が妨げられ、統合を諦めることもあるかもしれません。しかし、この闇の邪魔者が現れる意味は、自分自身と向き合うことにあります。なぜなら、本当にツインレイなのだろうか？本当に愛されているのだろうか？という、自分の不安から生じる闇だからです。それでも、
どんな人でも何かしらの不安を抱えるものです。しかし、その不安を手放さない限り、ツインレイは魂の統合に至ることができません。なので、すでに存在する不安を自ら増幅させないよう、自信を持ってツインレイの統合を目指しましょう。二人を一時的に離れる運命が訪れる、特定の試練ではなく、漠然とした不安に襲われる場合もあります。例えば、片方が転職したことで、生活リズムが合わなくなり、二人で共に過ごす時間が減少するなどです。人間は変化を嫌う生き物でありながら、安定から離れることに対して、不安を感じるものです。しかし、この安定は魂の成長を妨げ、統合という大きな目標を達成する価値のある魂の成熟度には達していないかもしれません。試練として、訪れるテストの一環として、こうした変化が起こります。遠方への引っ越しや仕事の多忙化など、環境の変化が二人の関係に影響を与える可能性があるため、変化に対処できるように、事前に準備をしておくことが重要です。ツインレイの最終テストは、なぜ存在するのでしょうか？ツインレイの最終テストに対して、そもそもどうして最終テストが存在するの？と疑問を抱いている人もいますよね。そんなあなたにここからは、ツインレイの最終テストが存在する理由や、最終テストで確認されていることについて、お話ししていきます。最終テストでは、魂の成熟度が試されています。実際、最終テストは、言ってみれば、統合しても良いかどうかを問う、卒業試験のようなものなのです。ツインレイは統合するまでに、様々な試練を乗り越えなければなりませんが、正直なところ、それらの試練がなければ、もっと楽だったでしょう。しかし、統合するためには、魂の成長が絶対条件なのです。ですから、最終テストは、魂が本当に成長して、統合可能なレベルに到達したかどうかを確認されているのです。自分よがりなエゴを手放せているか、最初に確認されているのは、自分自身のエゴを克服しているかどうかです。ツインレイの関係では、出会いから統合までの過程で、何度もインナーチャイルドと向き合う瞬間があります。インナーチャイルドの例として、親からの十分な愛情を得られなかったり、苦しい恋愛を経験したり、親しい友達に裏切られて傷ついたことが挙げられます。これらの闇を抱えたままだと、恋愛への依存や、パートナーへの疑念などの行動につながることがあります。最終テストでは、この闇を克服できているかが試されるのです。もしまだエゴを乗り越えられずに闇を抱えているなら、魂が成長していないとみなされ、統合が遠のく可能性があります。しかし、苦しい状況が続くと、つい全てを諦めてしまいたくなることもあるでしょう。もうツインレイは、どうでもいい楽になりたいと感じることもありますが、ツインレイを諦めることで、気持ちがすっきりする場合もあります。無条件の愛で愛しているか、最終テストで確認されているのは、相手を無条件に愛せているかどうかです。ツインレイが学ぶべき課題の一つが、無条件の愛であり、これがないと統合は難しいです。無条件の愛とは、見返りを求めず、依存や束縛をせず、相手のありのままを受け入れ、条件に縛られない愛のことです。通常、人は無意識のうちに見返りを求めがちですが、これを手放すことで、ツインレイの魂の統合が可能になります。ここまでツインレイの最終テストについて、詳しく分かった皆さんに、最後は、ツインレイの最終テストを乗り越える方法をご紹介していきます。ツインレイと出会ったのなら、ツインレイの最高の幸せである魂の統合を果たしたいですよね。そのためには、絶対に最終テストを乗り越えよう、と強い気持ちを持つことが大切です。ぜひこれからお話しすることを参考にしていただき、最終テストをクリアしていきましょう。自分を大切にし今に集中する、
ツインレイの最終テストを乗り越えるためには、自分の存在を確立することが重要です。具体的には、自分軸を大切にし、自立した関係性を築くことが求められます。ツインレイの最終形態は、お互いが自己完結し、自立している関係です。つまり、お互いが個々の存在を尊重し合い、二人の魂が望む形です。自分を愛し、自分軸を持つことは、相手を愛することにもつながります。お互いが自分を大切にし、過去や未来ではなく、今を大切に生きることが重要です。相手を尊重し合い、自分自身も大切にすることで、成長と統合が進むでしょう。孤独を怖がらない。自分軸を大切にするということは、孤独を受け入れることも含みます。ただし、これは他者を拒絶して孤立することではなく、むしろ有意義な孤独を理解し受け入れることです。この孤独は、他者に依存せず、自分を生きるためのものであり、自分を大切に生きることで、自分は生かされているんだという実感を得ることができます。他人や自然、宇宙とのつながりを感じることで、他者への愛が深まり、無償の愛を体験できるようになります。ツインレイとは魂でつながっているため、どんな状況であってもそのつながりは変わりません。しかし、そのつながりの強さは、二人の成長次第であり、最終的には自分たちで乗り越えていく必要があります。ツインレイの統合には最終的な試練が存在し、その試練を乗り越えた者たちだけが、魂の統合を達成することができます。統合の過程で様々な試練が訪れ、時には心が折れそうになる瞬間もあるでしょう。しかし、こうした困難な状況に直面した時こそ、お互いをありのままで受け入れ、深い愛を持つことが肝要です。最終テストをクリアする力は、お互いの絆と真実な愛によって決まっていくのです。自分自身への信頼と、相手への信頼を大切にし、お互いを支え合えば、どんな試練も共に乗り越えていけるでしょう。気になる人や彼氏が本物のツインレイなのか知りたい。ツインレイと結ばれて、幸せを手にするにはどうすればいいんだろう。ツインレイは魂の片割れであり、世界にただ一人しか存在しない特別な存在です。出会った瞬間に惹かれ合い、結ばれることで、最高の幸福を手に入れることができる運命の相手です。しかし、気になる人や彼氏がツインレイなのかどうかを確信するのは難しいことです。ネットで情報を探しても、ツインレイとどうやって結ばれるかがわからない場合もあるでしょう。確かに、世界にただ一人しかいないツインレイと結ばれるのは容易なことではありません。ただ待っているだけでは、結ばれることはありませんし、現世での統合は難しいものです。その上、偽ツインレイを選んでしまうことで、浮気や離婚といった結末を迎えることもあります。しかし、ここまで動画を見たあなたは大丈夫です。ここでは、大手企業や有名人も信頼する怖いほど当たる、ツインレイ鑑定をご紹介します。これは、ただの占いではなく、願望成就のプロが行う鑑定です。あらゆるツインレイに関する疑問を解決し、統合への道を導いてくれます。本物のツインレイかどうか瞬時に見抜いたり、相手の気持ちまで読み取るツインレイ鑑定。さらに、願望成就や波動調整によって、ツインレイと結ばれたり、本物のツインレイと出会うことができます。こういったツインレイに関することすべてを的確に読み解き、統合まで導いてもらうことができます。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。